発表する国々の主観的な生活に関する満足度と客観的な生活の質の決定要因を結びつける指標である。かつてはクオリティオブライフ指数と呼ばれていた。最新の調査は2013年のものであり、世界80の国と地域で2005年に行われた。2005年調査では生活の質に関する9つの要因によって指数が 算出された。健康、平均寿命失点 US センサスビューロー家族、離婚率失点 UN、ユーロマーナッターコミュニティ、協会への出席率や、労働組合への参加失点ワールドバリューズサーベイ、物質的豊かさ、購買力陛下に基づく一人当たり国内、総生産出点エコノミストインテリジェンスユニット政治、的な安定性と安全性、 政治的な安定性と安全性、出展エコノミストインテリジェンスユニット機構と、地理、井戸と観覧の差出展 CIA ワールドファクトブック。仕事、失業率出展エコノミストインテリジェンスユニット政治、における、自由、政治的自由と市民の自由、出展フリーダムハウス男女平等、男性と女性の賃金差出展 UNDP、ヒューマンデベロップメント。 レポートウェアツービーボーンインデックス2013世界におけるクオリティオブライフインデックス8.000から8.9997.000から7.9996.000から6.9995.000から5.9994.000から4.9993.000から3.999資料なし最貧国は資料が得られなかったため調査対象とならなかった国が多い また、極小国家も対象となっていないが、調査が行われていれば高い数値を示したと思われる。ありがとうございます。